2010年冬、東京、秋葉原。爆破テロ予告？つうか、全部秋葉の駅通ってるじゃん。これマユシ帰れないんじゃね？本当だ。うちに電話しなくちゃ。ダメだ、マユリ！すぐにラボから逃げるんだ。そこにいたら殺される。やめろ、やめてくれ。マユリ、マユリ、おかっぴ、痛い。マユリ、あんたはここにとどまっちゃいけない。ベータ世界線に行きなさい。マユリが死なない世界へ。それがあんたのためでもあるし、私のためでもある。でもそんなことをすればクリス、お前が。ねえ岡部、あんたがベータ世界線に行ったら、こうして仲間として一緒に過ごした記憶は、マユリや橋田からは消えちゃうのよね。でも岡部、あんただけは私のこと覚えててくれる。俺だって何とかしようとした。精一杯やったんだ。マユリもクリスも二人ともが助かる世界線を追って。でも無理だった、無理だったんだ。パパ、バカな真似はやめて。やめろ仲間じ。ねえお願いよパパ、お願いだからそんな真似やめろ。ダメ。ねえ、私死ぬのかな。死にたくないよ。大丈夫だ。ちょっと悪い夢を見ただけだ。本当？無理しちゃダメだよ。嘘だ、あれは夢なんかじゃ。ん？何か言った？いや、それよりダルたちはどうした？ああ、ダル君たちならさっきユキさんを。ただいま帰ったのだぜ。ああ、ダル君、スズさん、おかえり。ただいま。ユキさん、ちゃんと帰った？心配しなくても、送り狼にはならなかったお。なんたって僕は変態だけど紳士だからね。そっか。でも、ユキさんも、ここのことを気に入ってくれたみたいだし。これから時々来てくれるかもだね。それは困るよ。だいたい今日みたいに顔合わせるのだってまずいのに。まずいってどうして？すずさん、もしかしてゆきさんのこと苦手なのかな？ううん、そういうことじゃないんだけど、そのちょっとね。そうだ、マユリ。ちょっと喉が渇いたから、毒ペを買ってきてくれないか？今から？ああ、ジューシー唐揚げおごってやるから、なんなら、バナナも買ってきていいぞ。オカリン、どうしたの？どうって、何かだ。オカリンがそんなに気前いいの、なんか変だよ。変なものか。
これでも俺は気前のいい男として近所でも評判だ。わかった。それじゃあ買ってくるね。ああ、頼んだ。でもどうしたもんかね。どうもこうも会ってしまったものはしょうがないだろう。オカリンはそれでもいいかもしらんけど、こっちは将来のことがかかってるのだぜ。だいたい元はといえばオカリンが。もういいよ父さん、おじさん。どの道こうなることは回避できなかったんだ。父さんと母さんが小見まで出会うことも、これから二人が仲良くなって半ば同棲みたいな生活を開始するのも、この世界線では確定事項なんだから。え、同棲マジ。昔というか今から見れば未来かな。母さんに聞いた。同棲むふー。ただし結婚するまで指一本触れなかったって。とっても紳士だったってさ。あ、当たり前じゃん。僕は紳士だからね。変態だがな。とにかく母さんに対しては私は父さんの妹で通すから、間違っても娘だとバレないよう徹底して。いいけどさっきのあれもう一回言ってくんない。あれって？イタルお兄ちゃんってやつ。できれば上目遣いにちょっと甘えるような口調で希望ぬ。今すぐ絶縁しようかお兄ちゃん。嘘です、冗談です。させん。もうふざけてる場合じゃないんだよ。母さんに事実を打ち明けたところで理解してもらえるとは思えないし、かといってこのままってわけにも。つか別に説明しなくていいんじゃね。え、天音氏は、ああ、ゆきたんの方だけど、彼女はなんつうか秘密とか無理に聞きたがるような人じゃないと思うんだよね。確かに未来の母さんはそんな人じゃなかったけど。じゃあ大丈夫っしょ。そのうち時が来たら僕からちゃんと説明しておくよ。本当？ああ、わかった、父さんに任せ。ああ！何？今日ニヤ生でブラチューの特番あるの忘れてた。はよ飯食ってる場合じゃねえ。もう始まってるよ。僕としたことが。ほんと平和だよね。鈴葉、今だけじゃないよ。テレビの中も街中もどこもここも平和な光景ばっかり。みんな着飾っておしゃべりして。でも私が物心ついた頃にはすでにそんな光景は存在しなかった。私たちの世界では毎日泥にまみれて這いずり回り、相手が男だろうと女だろうと容赦なく殺戮しなきゃいけなかった。父さんたちはタイムマシンのことで反政府組織とみなされて、私も軍から離脱して父さんたちに加わったから警察や治安部隊に追われることになって、それからはもっともっとひどい戦闘が何度もあった。正義のための戦いなんて言ったところでやってることはひどいもの。ただただ戦闘に明け暮れてたくさん殺して殺されて、友達や仲間だって大勢殺された。その中には母さんも。母さんはね、軍の無人機から私を守ろうとして機銃掃射で死んじゃった。私はこの目でズタズタにされていく母さんを見た。この全身で母さんの生温かい血を浴びたんだ。ねえオカリンおじさん、この世界線の行き着く先は地獄なんだよ。だから今すぐじゃなくていい。タイムリミットまでにはまだ少しだけ猶予があると思う。もう一度だけ考えてお願い。スズハ、お願いだよ。俺は
俺は、おじさん、オカリン、大丈夫？悪い。ごめん、私またいや、鈴葉の言いたいことも気持ちも俺にはよくわかる。俺はこれまでいくつもの世界線を漂流してきたんだ。こことは異なる世界線でタイムマシンに運命を翻弄され、血を流し冷たくなってゆく仲間たち、目の前で倒れゆく大切な人、今でも耳に残る悲鳴、おえつ、そこには鈴葉、お前の非業の結末さえ。そんな中、一つだけ分かったこと、それは人はあまりにも無力だってことだった。タイムマシンを使って世界線を改変する、それはこの宇宙の仕組みから逸脱することだ。俺たち人間が手を出していい領域じゃない、いわば神の領分なんだ。それに触れれば俺たちはもっともっと残酷な罰を受けることになる。俺はそう思う。だから、てってれー、マユシ、ただいま帰りました。あれ、みんなどうしちゃったの？いや、なんでもない。それよりドクペは？買ってきたよ。あとね、ジューシーから揚げナンバーワンワン、今温めるからみんなで。おじさん、すずさん、それがオカリンおじさんの答えなの？ただの逃げだとなじってくれてもいい。でも今はオカリン、さあ、唐揚げ、みんなで食べるか、まゆみ。